韓国人。日本人の漢字プライドが理解できない。漢字って中国由来だよ。に疑問の声。内容はこちら。韓国人が漢字についてなんか言ってるようです。では、内容を見てみましょう。本当に理解できない一部日本人の漢字プライド。そもそも漢字は中国から来たもので、日本固有のものでもない。日本語では音読、訓読があり、日本人の中でも漢字を正しく読めない人が多い。ひらがな、カタカナ、漢字で構成されている日本語の表記システムは、非常に不便で、デジタル時代には合わないのも事実。日本の言語文化に対する妬みですかい？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。使いこなし、発展させたもの勝ち。どこが発明したかなんて関係なくね。自分らがどれだけ使ったかが大事。漢字、ひらがな、カタカナ。すべて使えるからこそ、無限に文字で表現できる。それはとても素晴らしいことだろ。日本の言語文化は素晴らしいと思います。次はこちら。なぜ日本語使うの？ならそのツイートも、ひらがなだけで書くべきでは？本それです。次はこちら。漢字プライドってなんだ？ハングルって日本語で言う、ひらがなだけなんだろ。そのせいで、読みも書きも一緒の単語が多すぎて区別できないんだろ。韓国人って漢字に発狂するけどなんなん？韓国って名前に漢字使ってないっけ？コンプレックスの塊だよな。漢字を捨てて後悔してるんだろ。コンプレックスの可能性も大いにあると思います。最後はこちら。漢字にプライド持ってる日本人なんて見たことないけどな。全部漢字だと日本語を表すのに不自由だから仮名が必要だし、全部仮名だと読み書きが不自由だから漢字が必要。全部ハングルで読み書きが不自由そうだから漢字を導入したら、手だけの話じゃねえの。漢字があるから速読できる。ひらがながあるから表現を微調整できる。同じ発音でも違う意味の言葉を区別できる。漢字の最大のメリット。皆さんの意見が全てです。結論。漢字は中国から来たものかもしれませんが、その漢字を日本で独自に発展させ、さらには、ひらがなとカタカナを織り交ぜ言語化した日本人。その結果、世界の国々の中でも表現力や想像力が豊かであり、人を思いやる精神や譲り合いの精神、そして絆の深さなど、他国とは一線を画した独自の人種へと発展しました。つい主は、そんな日本人に嫉妬をしているのかもしれませんが、意味のわからないことを並べ、日本下げを行わないようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。